はい、どうも、令和2年5月6日ハグチャンネルでご覧の皆さん、ご来訪誠にありがとうございます。はい、ルーティンのちょっとハグ予防のこので、今日はお寿司を作っていきたいと思います。はい、まずですね、これいい感じでご飯、このご飯がさ、まるちゃんのあったかご飯、これめちゃくちゃレンチン美味しかったんで、ちょっとこれを使ってですね、作っていけたらなっていうふうに思って、ちょっと動画を撮らせていただきました。ちょっとまずちょっと皿洗っていいですかね。これもう一個、これ今ちょっと温めて、これちょっと冷ましてるんですけど、もう一個これレンチンしたいと思って、2つで足りるかなと思って、で今もう一個を今温めてますので、今ちょうど外雷降ってて、夜ちょっと雨降ってて、夜8時ぐらいだったんですけど、近くのスーパー、まあダイエーさんでこれ半額だったんで、はい、魚の名前が分かんない。あ、マダイ、これ800円とか400円で、これをちょっとまずさばいていきたいと思います。まずそれをですね、こうやって塗って、お皿はちょっとこれ使おうかな。ちょっと乾かすじゃない、干しておきます、干してたね、やっておきます。で、ちょっと一回ちょっと洗っちゃいますか。
い。ここに置いておきます。怖い。これじゃん。食器をね、洗いたいと思います。今スプーンが1個割れてたんで捨てました。はい、それで今整いましたので、ここからですね、なんかですね、お魚を切りたいなと思って思いますので、ご飯はこの大丈夫、めっちゃ落ちてる、大丈夫です。ご飯はこのお皿にいっぱいちょっと感じです。でちょっとこう軽くほぐしといた方がこうなんていうんですか、冷ますあれがいいんじゃないかなと思って、これちょっと一回置いておきます。置いといて、でそれからなんですけど、まずですね、ちょっと包丁をちょっと一旦研いでいけたらなと思います。包丁はこのように皿あったらちょっと汚いんですけど、こういう感じで
遊べますので、まあ、ざっと、別に研がなくてもいいんですけど、別に研がなくても別にいいんですけど、なんか、せっかくだから、研いだ方が良くないか。切れ味、気持ちよく、鯛を、切りたいじゃないですか。こんな感じで。で、これちょっと一回洗います。ちょっとこれ洗って、で、ちょっと一回トイレ行ってきますね。で、このマダイです。マダイを切ります。で、ちょっと厚めに切ろうかなっていうふうにちょっと考えてますので、ちょっとご飯のとの割合を考えると、まあ厚めに、ちょっとお皿の上に、ちょっと一回ちょっと厚めのね、結構量あるな、これ。倍に。ちょっと厚めにしようか。で、感じ、こういう感じにできましたので、あとはこれから、どうしていくんだっけ。あとはこれから、熱し、握っていきます。
冷めてない。どうしよう。もうその場で食べていきましょうか。これね。できたよ。食べよ。もうちょっとこれちょっとそのままできてすぐ食べていくっていうスタイルにしたいんで、これでおしまいにしたいと思います。まあこんな感じですね。こういう。食べよ。ちょっと一回カメラ切ります。はい、すいません。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。